俺は本当に応援したい、あの気持ちがすごく強い今、まあ、僕自身も格闘技で救われたっていう部分もあるんですけど、やっぱりさ、俺たち同じ足立区民でさ、足立愛があるわけだからさ、まあ僕の夢なんですけど、まあ足立区に、まあ、1000人規模の、会場を自分で作って、それを自分でずっとやっていきたいっていう。俺も自分のできる限りの力になりたいな。こんばんは、タンタン一本道の、タンタンこと、川崎達樹です。そして、こちらは後輩の、です。はい。それ、男気代表の山田です。よろしくお願いします。男気代表のルイルイって言ったんだけど、そのルイルイは何かっていうと、男気代表のルイルイです。はい、はい、2回目。はい、よろしくお願いします。おとぎは、地下格闘技ではなくですね、青少年育成を含めた、天使のための、イベントをですね、これからやっていきたいと思っております。もちろんもともとなんかそういうイベントがあるのは多分どっかでちらっとはなんかこう耳にしたりとか目にしたことがあったと思うんだけど、ちょっといくつかあるじゃない。だからな、分からなくって、そしたら、誘ってもらって行った時に、足立区の後輩がやってるんだよって。あ、そうなんだって。そしたらさ、一気にさ親近感が湧くじゃない。それで、みんなで、ちょっとまた盛り上げようかいみたいな、ノリで、来てます。はい、ありがとうございます。お願いします。ルイルイと一番最初に会ったのって、はい、俺思い出したんだけど、はい、この場所でさ、ここの、ほんとこの場所、はい、会いました。この場所でリバイバルの、はい、講演会で、はい、吉野さん、はい、やってる明太のジムの、はい、リバイバルの講演会の集まりで、はい、俺も、呼んでもらって来た時に会ったんだよね。はい、そうですね、初めて会いましたね。ただ僕は小学生の時に小学1年生と入学と同時にシロスを決まって、白いマンションを決まって来たー、そこに住んでいて、まあ、それまでもうちの親方が川崎さんの2個か3個ぐらい、川崎さんね、田崎さんも2個か3個ぐらい上なんですけど、うちの親方が年が近いんで、お前のところのマンションにヤバいやつ住んでるぞってずっと聞いてたんで、はい、なんだろう、ヤバいやつ住んでる、お前のところのマンションヤバいやつ住んでるぞ。俺の泣き虫ボクサーの奇跡とか、うん、泣き虫ボクサーの死闘っていう、それにね、出てくる当時俺が時代に住んでた家、はい、食らいまくってさ、家の中改造しちゃってる家がのマンションが、同じマンションに住んでたのがルイルイです、はい、小学校、そうですね、僕はもうルイルイ言わせてた、そのブーブー言わせ、はい、ブーブー言わせてた、間違えちゃった
ちょっともっちゃんから前に聞いたら、はい、府中中の後輩なんですよね、はい、そうなんです、府中中なんです、びっくり、僕も辰木さん、あの6月中かと思ったんですけど、うん、府中中だって聞いてびっくりしましたね、はい、中1中に府中中、中3、6月中で、6月中卒業して中に入って、はい、また言っちゃった、それでいつも読んでるけど笑ってっからね。いや、俺はね、あのさっきその今そのシロスの話聞いてびっくり、ほんとびっくりだし、しかもものすごい親近感、あ、うん、僕も同じです、ね、やっぱり、うん、はい、え、あの頃あそこにいたのって、あの魔の館にいたのみたいな、俺からしたら魔の館だから、僕もあのそのテレビで、うん、自分が住んでる状態で、うん、あのうちの親方からあの小学生の時はいろいろ聞いてたんですけど、うん、のことテレビで見た時に、うん、あのやっぱり絵とか描いてあったじゃないですか、うん、であのブラックライトで、うん、それがここがどんな家なのかっていう、うん、で自分が住んでたんで、うん、いや全然想像もできなくて、うん、でやっぱ親方からもヤバい人がいると、で、まあ、テレビでも、あのってっていう、だから自分の中でもずっとこう頭から離れない状態で、うん、自分も30、もう今38なんですけど、うん、38まであの来たんです。で、ようやくこの男気で第2回で会えて、あ、もう全然違うなって、自分の想像しない人とはもう全然違う優しい人だなって思いましたね。いや、優しくないわし、あのあれだけど、はい、悪魔みたいなあの雰囲気っていう、雰囲気というか悪魔みたいなあの感じになっちゃってるんだけど、実際違うからね、うん、その当時はでもあれだったんですか。ざっと言ってるけど、あれだったっていうのはこれだったじゃないか、ざっと、あ、それざっとかい、ざっと、あれはこれはこれはディス、あれはざっと。ルイルイさ、はい、男気の、はい、あのイベントって言ったら軽くなっちゃうけど、まあ、はい、分かりやすく言って、はい、そのどうしてやってるの。まあ、僕自身も、まあ、格闘技で、救われたっていう部分もあるんですけど、うん、やっぱり、20歳ぐらいまで、まあ、25、6までは、まあ、そういった、まあ、ちょっと悪い道じゃないですけど、利用してるあのことがあって、うん、でその時からやっぱ格闘技をこう始め出してから、うん、やっぱりいろんな人たちがやっぱ応援してくれるようになったんですよね、うんうん、そのやっぱ気持ちがずっと自分の中で、あ、これがやっぱり嬉しいなだったとか、うん、頑張っていこうっていう気持ちになったんで、うん、あのこれからやっぱり自分があのもう格闘技はもう引退したんで、うん、あの今の子たちでやっぱり足立区って治安が悪いというか、うん、でやっぱ今闇サイトとか強盗とかがってやっぱある中で、うん、まあ、少しでも、まあ、その選手たちが、うん、まあ、誰かにこう認められて、うん、あの頑張るとか、まあ、努力とかっていう気持ちがまあ見れたらっていう気持ちで、あの、まあ、ちょっと男気っていうか、うん、あの生意気ですけどちょっと大統領やってみたいなっていう。生意気じゃないよね、全然 ね、はい、俺は本当に応援したい気持ちがすごく強い。今はいはい、いや、いないです。なんで、待って待って、まあ、はい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 、はい、今、いや、タンタみたいな人いるの、そのないですって意味が意味が分かんない意味が分かんない、あの何種類かあるじゃない。いや、足立区のやっぱ選手が、うん、あの多いので、うん、で、やっぱ、まあ、青少年育成って言ってるだけで、うん、やっぱ16歳からあと、まあ、25歳ぐらいの選手が多いんですけど、うん、でもやっぱり今あのブレイキングダウンだとか、うん、あの喧嘩バトルロイヤルとか、うん、そういったのがやっぱあの増えてるんで、うん、そこに落ちた選手とかがあのうちにあのエントリーして、まあ、正しい選手が多いんで、結構、まあ、全国から。あのでもさ、俺今そうやって言われて、はい、はって思ったんだけど、はい、今さ、ルイルイが落ちた選手がって言ったけども、はい、競技人口、うん、それをやろうって、やりたいって思ってる人が多いんだなって、そうかもしれないですね。別に悪い人だけじゃないよ、グレてた人とか、はいはい、それだけじゃなくて、やっぱりやりたいってチャレンジしてる人が多いんだろうね、すごいよね。ブレイキングダウンでも通用する選手結構いると思う。ブレイキングダウンっていうのはレベルが高いの？まあまあ、エントリーするまでがやっぱ大変みたいですね。そのレベルが高いっていうのは、その実力のレベルが高いってこと？
実力もとか、まあ、あとは SNS とかがすごかったりとかしないと、なかなかエントリーしないみたいなんで。一応あの男気っていうのは、まあ、足立区からスタートはしてるんですけど、ツイッターとか SNS を使って、第一回から始めてるんで、結構あの全国の人から、多少注目してもらって、あの足立区だけではなくて、あの他の企業様からも来てるんですけど、今だとあの SNS とかで、新宿疎開とかっていう団体があるんですけど、そこだったり、あと歌舞伎町のちょっと大手 の、あの会社さんとかが今スポンサーになってくれたりとかって、だからやっぱ僕個人ではなかなか一人でやっぱできないことなんで、今スポンサー様にあの力になってもらってやってるって感じです。でも樋口くんとか応援してるよね。あ、そうですね、あの樋口くんもあの自分があの25、6の頃にあのセキュリティの会社を一緒にやっていて、でそこであの仲が良かったんで、今あのブレイキングダウンですごいあの有名になってきてるんで、ちょっと、それ TikTok の仕事ね。あ、そうですね、あの今度大事かなんかね。あ、そうですね、あのニースグルも同じように同じセキュリティやっていて、次にあのライジンで自分 の、 あの北海道の同級生と戦うということで、あの同じ、まあ、世代でやってたやつがライジンとか行ってるんで、ちょっと自分も頑張らなきゃなと思ってます。有名なラッパーいるじゃん。ああ、そうですね、ちょっと第1回は読んだ。あ、第1回は読まなかったです。あ、第2回からだ、はい、そうです、第2回からですね。俺さ、前までさ、ラップってさ、本当に分かってなくて、その AK のさ、あのラップをさ、知って、ラップっていう風なことを認識した 上でさ、聞いたらさ、かっこいいなって。でも第4回、第5回で話し山があるんですよ。はい、何言います。あ、呼んでるらしいよ。あれ、俺聞いた。AK じゃない、TK っていうの出るって聞いてる。TK は150勝 TK やった。TK150 オーバー。TK、たつき川崎。ありがとうございます。150歳以上オーバー。150勝。まあ、まだ第3回目なんで、まあ、これからちょっと、まあ、あの第4回、第5回、まあ、ゆっくりとちょっとこの大会が続けばいいと思ってるんで、まあ、要は利益とかがないところで、あの選手たちがこう喜んでくれるっていうところが一番だと思ってるんで、まだまだちょっとやっぱり10回ぐらいまではあのやっていかないと、まあ、選手もついてこないと思うんで、でゆくゆくは、まあ、あのこれをずっと続けながら、まあ、僕の夢なんですけど、まあ、足立区に、まあ、1000人規模 の、 あの会場を自分で作って、それを自分でずっとやっていきたいっていうのがあるんで、まあ、まだまだ全然先の話なんで、あれですけど、それってみんなで協力してすればいいんじゃない。やっぱりさ、俺たち同じ足立区民でさ、足立愛があるわけだからさ、みんなでさ、できない。細かいことはちょっとわからないけども、いろんな場面でお金が発生することって作れるから、誰か一人が潤うとかじゃなくて、それにあの関わった中心の人たちが、まあ、少しでも潤えばいいし、潤わなくても赤字じゃなければ、あのもちろん制御があるわけだからさ、赤字だったらちょっと問題だけど、赤字じゃなければいいなって思うじゃん。俺も自分のできる限りの力でやりたいな。やりたいな。足立区盛り上げたいね。もう足立区の選手たちがその僕が作ったところで、みんながどんどん出てる、ね、彼たちが入ってくれたってのが一番いいと思う。ワンとかね、はい、はい、まあ、だってさ、お得意の会場でもさ、はい、あのちっちゃい子供たちにミッド打ちとか、いや、もう絶対って、はいはい、それだって、それが、ね、それがまた、うん、底辺広げることになるわけだから、そうですね、本当、まあ、底辺って言ったら言葉が悪いけども、はい、あの裾野をさ、うん、まあ、はい、同じことだけど、裾野を広げることになるわけだから、うん、はい、絶対いいよ、絶対いいよ、はい、うん、はい、その時は簡単かなと思って、はい、いや、マジ行く行く、マジ行く、してあげな。だって俺の特徴はバーンって言って、ファーって言って、ほら行くぞ、ほらーって言って、もうでっかい声でわーって言ってるのが俺の特徴だから。
今ちょうど、3試合目まで載せてるんですけども、これから、まあ、毎日投稿って感じで1日1日試合ずつ載せてきますので、皆さんぜひよかったら見せてみてください。お願いします。お願いします。最初の方の動画ではご自身で喋られてる動画もあったみたいで。ああ、そうですね。初めてか、ずっと顔は出さないでいたんですけども、まあ、選手をちょっとバックアップするためにはとにかく顔を出さないとダメだと思ったんで、僕の顔映ってますんでよろしくお願いします。最近はそういう動画だったり、これからなんかコラボみたいな感じでちょっと他の方 とコラボしていくんで、またその時はお願いします。俺が簡単に多分呼ばれないと思うんです。呼んでほしい。だって、そう、だって俺たちが、じゃあそれっち、俺たちが子供の小学生の頃、はい、コラボじゃなくてさ、いたじゃない、コラおじさん。知ってるコラおじさん。はい、男気ちゃんね、呼ばれるように。うん、したいです。あ、いえいえ、第1回目のコラボは、お願いします。またコラボって言っちゃった。悪夢みたいな。コラボって言ったら、それさ、昔のさ、番組でさ。第3回格闘技イベント男気開催します。カサブランカー山崎すごい緊張します。今日はちょっと挨拶短めで。ありがとうございます。いかんせん新幹線って言ったらね、岡山まで行くのかーいって俺に言ってくれちゃいますよ。行く。一回行ってみて、近くでさ、そのあれ、なんていうの、ああいうさ、セコンドみたいな人たちがさ、こうやって、イカメってバーってやってると、あれはさ、どうしてもさ、いかんせん、新幹線。岡山で行くよ。おー、いいね。結構強く来たよ。ねえ、ねえ、いいね、高橋。おー、今、高橋。たまには落ち込んで、つまずいて転んでもそれは誰のせいでもない。大きな悩み、小さな悩み、時間が経てば全て離れそうさ。